マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはいろいろダイエット試してきたけれどもなかなか痩せたいなってお困りではないですか？もしかしたらそれはあなたの体温が低いことが原因かもしれません。そこでこの動画では体温を上げて痩せる簡単な方法がわかるんです。もしあなたが低体温でなかなかダイエットが成功しないとお困りでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。体温を上げて痩せる簡単ダイエット法をお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ低体温だと痩せることができないのでしょうか、その理由と、2つ目、体温を上げて痩せる食事法、具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜそもそも低体温だと痩せることができないのでしょうか、そのポイント3つあります。1つ目は代謝が下がってしまうからなんですね。体温がたった1度上がるだけであなたの代謝はなんと 12% もアップするんですね。そして結局同じようにカロリーを取ったとしても 12% も違うわけですから燃やす力が全然違うということは、溜め込むか使い切るかってそこの違いが変わってくるわけです。ですから代謝が落ちているだけでどんどんね太ってしまうっていうのは納得ですよね。しかも体温が低くなってしまうと血流が下がりますから、体の隅々まで酸素と栄養がいかないとなるとまたどんどん代謝が落ちるわけです。ところが体温が高くなるとそういった血流もアップしますね。そうするとどんどん体の隅々まで栄養や酸素が届くわけですから代謝も上がるということ。そして3つ目、プラスいいことがある。免疫力がですね、たった体温が1度上がるだけで 30% もアップするんですね。まあ、これからもう寒い時期、ウイルスの季節やってきますよね。そういった時にウイルスに負けない体を作るためにも、あなたは低体温のままだと危険なわけです。しっかりと後ほどお伝えする食事法で基礎体温を上げていただいて、ウイルスにも勝てるようになっていきましょう。では低体温になると痩せることができない理由の2つ目はこちら、自律神経のバランスが乱れてしまうからなんですね。低体温だと自律神経のバランスが崩れます。そうするとどうなるか、しっかりと体の機能がうまく使えなくなってきますよね。もちろん内臓の動きも悪くなる。そうすると腸も動かなくなりますから、結果やはりしっかりとですね、まあ、デトックスすることができなくなってしまって代謝が落ちて太ってしまうわけですよね。これ非常に良くないんです。そしてメンタルの方もダウンしますから、もうとにかく低体温の方にうつ病の方多いと言われるぐらいもう良くないんですね。ですからしっかりと体温を上げることでこういった自律神経のバランスも整えていく、結果気持ちも体もリラックス、痩せる、健康になるという状態を作ることができます。そして3つ目、腸内環境にとってもとても良くないんですね。この2番と連動していますけれども、内臓を動かしているのは自律神経です。で、体温が低い、体が冷えているとこの自律神経バランス崩す、イコール内臓が動かないということは腸も動かないということは、食べたものが消化吸収できなくなっていくわけですよね。するとあなたは食べても食べても栄養不足、結果痩せるホルモンを作ることができなくなってしまって太っちゃうっていうね、まあ、こういったもろもろ悪いことが、負の連鎖がですねどんどん進んでしまうっていうのが実は低体温が原因なんですね。ではここから2つ目の項目です。体温を上げる簡単な食事法についてお伝えします。低体温だと、まあ、どんなにね太ってしまって不健康になるかというのは1つ目の項目でお分かりになったと思います。じゃあその状態をどうやって改善すればよいのかっていうね、食事法について1つずつ食材お伝えしていきたいと思います。まずおすすめの食材1つ目は生姜になります。で、私はですねこの生姜をすって紅茶と一緒にねちょっと蜂蜜を足して生姜紅茶飲むようにしています。これすごくねもうポッカポカ、もうちょっとねこうじわっと汗が出るぐらいね温まりますから、ぜひ上手に生姜取り入れてみてはいかがでしょうか。ドリンクにしてもいいですし、もちろんお食事に使ってもいいんですよ。で、この生姜はとにかく脂肪燃焼を
促進してくれますし、もう体温をとにかく上げてくれる、体を温める効果があります。でさらに嬉しいのがこの血糖値の急上昇も抑えてくれる効果がありますから、結局食べた時にどうしても上がってしまう血糖値、その間脂肪をどんどん溜め込むっていうのをこうギューッとね下げてくれる効果があるんです。でまた体が温まることで老廃物どんどん出せるようになりますから、デトックス効果もあるっていうのがこの生姜になります。では2つ目です。まあ、とは言ってもね、生姜ばっかり食べてられませんよね。じゃあ他に何があるのっていうことで簡単に見極める方法がある。それは黒っぽい色をした食材を積極的に食べましょうです。これがイコール体を温める食材ということになるんですね。まあ、逆に言うと白っぽいものは食べないということですね。極力控えた方がいいです。例えば黒いといえば、まあ黒豆、黒ごまとかね。で真っ白い白米じゃなくて茶色っぽい玄米、あとは例えばオートミールとかオールブラウンとかね、パンも真っ白いパンじゃなくってライ麦パンとか、そういった黒っぽい茶色っぽいものを選ぶとお体を冷やさずに済みます。でまたね、黒砂糖なんかもいい。もう白砂糖は絶対ダメです。めちゃくちゃ体が冷えますし太るんですよ。で心もマインドもやられてしまいますから、白っぽい砂糖よりも黒の黒砂糖を選んでいきましょうね。では飲み物、おすすめなのが白湯になります。めちゃくちゃおすすめ。もう白湯はですね、本当に芯からポカポカと温まりますし、内臓もね洗ってくれるような効果もありますが、ぜひ飲んでみてください。白湯はとにかくね、内臓が温まって動きがね活発になります。そして脂肪燃焼効果であったり、消化代謝がアップ、でデトックスむくみ改善ということで、やっぱりですね、私たちのこの体液ですよねを循環させるためには、お茶とかね、スープとかそういったのはダメなんですよ。もう水、しかも水といっても白湯が一番ベストです。温かいものをしっかりと入れることで体の芯から温めてあげる、そしてどんどん巡らせていらないものを出すっていうね、効果が高いのが、もうおすすめは白湯になります。ではここから最後の項目です。今お伝えした体を温めるおすすめの食材ありましたが、それだけ取っていればいいってものではありませんよね。やっぱりバランスが大事。体を温めるためには食べたものをエネルギーとしてね、効率よくやっぱりエネルギー化していく必要があります。そのために必要なバランスがあるんですね。まずは筋肉のもと、体のもととなるタンパク質を取りましょう。肉、魚、大豆製品、卵類ですよね。でその食べたものをですね、やっぱりしっかりとその血流を調節するために必要なビタミン E がいる。例えば魚介とかかぼちゃとかナッツ類ですね、こういったビタミン E を含んだものを召し上がってください。そして鉄分も大事、ビタミン、ミネラルですよね。レバーとかアサリとか海藻とか、こういった1番2番3番の食材をバランスよく召し上がっていただく。そしてね、孫は優しい子に代表される頭文字ですね。そういった食材もしっかりとバランスよく召し上がることが、結局食べたものをエネルギーとして作ることができて、痩せ体質へと生まれ変わることができます。そしてね、低体温だった方もしっかりと最低でも 36.5 度以上をキープできるようにしていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のポイントは、低体温のままだといくら頑張っても痩せることができませんでしたね。そのために必要な体を温める食材を上手に美味しく摂っていきましょうでした。ぜひ簡単ですが、今すぐ取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますと、とっても励みになります。ありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。